はい、どうもいつも桑田流星心が折れそうチャンネルをご覧の皆様、本当にありがとうございます。ちょっとですね、ここ最近の僕の、状況だったりとか身の回りの変化がちょっと慌ただしくてですね、いろいろありましたんでちょっとご報告をさせてください。ですね、まず岩井さんが亡くなりました。まあね、もう X に投稿した通りの自分の心境です。これに関してはですね、僕自身はもうしっかりとお別れを22日に、お別れの会があるので、それで最後にお別れをしたいなというふうに思ってますし、最初のですね本当に4日間ぐらいはですね、まあ身動き取れないぐらいちょっとショックだったんですけど、それも今はちょっと落ち着いて、まあ一緒に悲しむ仲間と悲しんで、で一旦前に向いてます。はい。で本当にこれに関して、たくさんのご心配の声と、そしてたくさんの励ましの声をくださった皆さん、本当にありがとうございました。もう本当に助かりました。はい。なんかこういうことになってですね、改めてこう岩井さんが自分の中でとても大きな存在だったんだなっていうのを感じてます。本当に令和の元年からスタートした令和の虎というチャンネルで、最初からもうずっとですね、毎月必ず顔を合わすっていう、そういう人はもう今まで年上でいなかったんじゃないかなっていう、まあ、僕自身も22歳で起業して、で本当に師匠と呼べる方が、まあ、その22歳以前の方だったりとか、まあ、いたとしても2個上3個上の先輩だったりとかっていう経営者の仲間の中で、まあ、初めて本当に親世代というか、そういう方に可愛がっていただいて指導していただいて、でそして一緒に仕事をして、で時に、まあ、岩井さんの実家に押しかけたり、で時に令和の虎チャンネルをもっと盛り上げるにはっていう会議したり、100万人突破記念でヒカルと一緒に、令和の虎チャンネルの生配信に突撃したりとか、その時も岩井さんはブチ切れた後かなんかの配信でなんかアンチコメントめっちゃ来てたなみたいな思い出があったりとか、もうね数えればキリがないんで、まあ一旦これぐらいにしようかなと思ってるんですけど、なんすかね、まあ本当早すぎましたね。まあみんな心の準備ができてなかったなっていうのが一番あったんじゃないかなと。いざ起きた時にちょっと本当に毎朝苦しかったですね。なんか毎朝勝手に涙が出てくるというか、こう岩井さんがね、その僕たちが悲しむ姿を見たくないっていう意見もめちゃくちゃわかるんですけど、あいつは泣いてほしいんじゃないかなって思ってるんですよね。それは今日多分社長にしかわかんないですよね。僕はやっぱりすごい主役として扱われたい人だったと思ってるんで、やっぱり主催をずっとやってて、で自分で開催したイベントだったりオフ会とかも全部自分が司会やってるんですよ、はい、そんな人いないっすよ本当に。でずっと自分で喋ってる。で終わりの言葉も始めの言葉も自分なの。いつ他の人喋るのみたいな。大好き。いや本当に確かにそれ聞いたら泣いてほしいって思ってるかもね。そうなんですよ。でやっぱり舞台もやってたじゃないですか、みちるの話ね、本当に見に行きましたね。はい、ちむちゃんと行きました、はい、あれもですねやっぱりこういざって時のスポットライト浴びる朗読のシーンは岩井本人出てくるんかいっていう。はい、そうだった確かに、うん、楽しかったっすよね。なんかこう僕がやれないやらないやれないやれないもあるけど、やらない方向に行くじゃないですか岩井さんは、はい、なんかそこが奇抜であり奇妙であり変人でしたね本当に、うん、やっぱりなんかもう令和元年からだったらもう思い出もとんでもない量ありますよね。そうですね、はい、もう毎月あったし、はい、まあ、それこそね火事の一件もあったし、ここ最近で言ったら、あとはもう令和の虎って、まあ、本当 裏の話をすると、まあ、最初はもうマジでめちゃくちゃ狭い部屋で机ギューしてそれではどうぞって岩井さんが言って始まったチャンネルなんですよ。
渋谷のね雑居ビルの中から、はい、でそこからサンエイトの竹内さんの会社も大きくなって、で本当控室があるようなスペースでも撮影ができるようになって、で虎の皆さんも今でこそ充実してますけど、当時はいなかったんですよ。で岩井さんが忖度忖度って言われてますけど、岩井さんが令和の虎を続けてきてくれたら大きな理由としては、本当知人だったりとか身の回りの人を志願者であれ虎で出してくれたから継続できたんですよね。5人の虎をずっと用意し続けるっていう、その毎月毎月の最初は8本だったかな、でそこから12本に増えてそれを回し切ったのは本当すごいと思うんですよね。でそれを見つけてきた、で花のある社長たちを探して、はい、で今はねオーディションなんかもあるけども、はい、やっぱりこう収録協力金みたいな形で令和の虎には基本的には社長がお金を出してあそこに座って、さらに志願者にもお金を出すってスタイルなんで、はい、それをやり続けるちょっと頭のおかしい社長たちも集めたっていう実績、はい、ですごいじゃないですか、はい、やっぱりこう時にねなんか虎の身何人かがこう抜けちゃったりとか、志願者がこう志願者だったりアンチがこうバーってなったりとか、はい、いっぱいあったっすよ。でもつどつどあの人は変わらず YouTube で本音でずっとブチ切れてた後半もずっと切れてるイメージしかなかったっすけど、ね、うん、なんか途中からやっぱ面白くなったっすよね。最初はなんで岩井さんそんなことするんだろう、やめてやめた方がいいっすよって思ってましたただやっぱりこう1周回って2周回って3周回って4周回って5周回って6年経って正解だったなって、岩井さんがいてこそあのチャンネルの面白さって岩井義明に集約されてたかなっていう、ここまでの6年間はそう思います。まあ、岩井さんがね旅立たれて残された僕たちがここから令和の虎をしっかり盛り上げていかなきゃいけないと思ってますんで、令和の虎チャンネルはこれからも引き続きよろしくお願いします。まあ、そしてですね、僕のチャンネルなんですけど、はい、まあ、今回のきっかけになんか情けない姿を見せるのやめようかなと、はい、改めて決意を表明したいと思います。一つ前の動画でですね、まあ、僕がちょっと、まあ、失恋したみたいな話で、大炎上したんですけど、なんかこういろんな人の考えだったりとかそういう部分を見れてないなって思ったんですよね。なんかこう一つの動画を出すにしてもなんかエゴじゃいけないなっていうか、あとは自分自身がなんかそれによって皆さんが見たくないものを見せてるんじゃないかなっていう風になって、はい、なんかそれがじゃあ誰のためなんていうことにちょっとようやく気づけました、はいはい、なのであの動画に関しては僕はもう一切反論返信はしてません、はい、であの動画が不快、もう消した方がいいよっていう意見もあって、でまあ本当ね岩井さんの亡くなった件も同時に重なったのでちょっといろいろ考えて落ち着いて今消そうかなと思います。なのでこの動画が終わった後は消します。はい、はい、でここからじゃあこのチャンネルどうしていくのっていうなった時に、桑田流星はやっぱりこう令和の虎の虎であり虎を超えていってで虎の象徴としていたいんですよ、はい、なんかこう日本の経営者なめられたくねえみたいなのがあって、なめられる行動してのお前じゃんみたいにねこうブーメランが飛んできそうな今感じじゃないです か、 なんかちょっとやめようかなと、はい、うん、なんか決して面白いことをやめるんじゃなくて、なんかこう自分自身が皆さんにとって有益だったりとか、あとは誰かが輝いてたり、その輝きによって誰かがまた支えられてたりみたいな、なんかそういう
人間同士のハートフルな部分を経営者桑田がどう切り取っていくのかみたいなチャンネルにしたいなと。僕自身が経営人生をどう生きてるかもあるし、その他の僕の周りの方々がどうやって今一生懸命いろんなことに打ち込んでるなこととか、なんか僕はやっぱり結局ずっと人が好きなので人に囲まれて生きていきたいし、今岩井さんが亡くなって、あ、ちょっと待って、いや大丈夫です、ゆっくりで大丈夫です。ちょっとね、まだダメなんだな、うん、まあ、やっぱ岩井さんに情けない姿をちょっと見せたくないなっていうのが一番ですね。うん、最後のメッセージかもしれないですね。そうっすね。なんか別に多分あの人は僕は面白く生きなよみたいに言ってくれると思うんですけど、なんかもう一個大きくなりたいなってのもあるんで。そうっすね。やっぱりこう見せたいんですよ。ほんと X にも書いたんですけど、やっぱ大きくなった自分は岩井さんのおかげだったって永遠に言いふらしたかったんで。そうっすね。それを叶えるためにも、なんか脱ぎ捨てるものはやっぱり脱ぎ捨てなきゃいけない時期かなと思ってます。で今はね、本当にアシスタントに岩下くんが入ったりとか、自分がこのチャンネルにおける状況も変わってきて、なんかより充実したものを提供できるような環境も整ってきてます。で自分がやってるビジネスも、ホスト事業のホストたちはもうほぼね、僕がいなくてもなんか道しるべになる人間も出てきて、うまくいっていて、で通販の虎事業も本当に岩井さんのおかげで、さまざまな志願者の方々が出てきていただいて、通販でこれ売るのみたいなものもあれば、こんなにこの商品が売れるんだっていうものもあったりとか、もうまだ見ぬ驚きをね、商品を提供できる素晴らしいコンテンツチャンネルになってるんじゃないかなと思います。で僕はやっぱりそれを誇りにしながら傷つけないようにやっていかなきゃいけないなと思います。であとは、組織の左腕というね、僕は経営者としてやっぱり順風満帆ではなくて、本当に令和の虎初期は年商10億しかなくて、でその時に本当にキャッシュ回りがしんどくて、それでも把握縛って令和の虎に出続けて、でなんとかこの形になったものっていっぱいあるんですよ、はい。人事領域、採用領域、広告領域、広報、もう経営、あらゆるね、すべての分野で僕はいろんな試行錯誤して、エビテストして、でそれが形になってようやく今があると思ってて、で本当、組織の左腕を発足した理由も、やっぱりこう、僕が伝えていくマインドだったりとか、スタンスが、経営者も楽しくなっていくと信じてるし、そこで働く社員さんたちも輝いていくっていう、そういうものをやっぱりどんどん提供していかなきゃいけないと思ってます。でこれはもう使命感ってよりかは、もうなんだろうね、まあ本質的に桑田って誰なのっていうのがやっぱり見にくかったなっていうのが、まあ、一番ちょっともったいないことをしてたかなと思います、はい。やっぱり自分自身の力はこの6年間培ったものもしっかりとあるし、そこをさらに羽ばたいて活かせることがこの国にとっても、そして亡くなった岩井さんにとっても、そして今一緒に働いている僕の仲間だったりとか、あとは虎のみんなだったりとか、一緒に住んでる光たちだったりとかのためになっていくんじゃないかなと思ってます。つまんなくなるわけじゃありません。あくまでパワーアップ、パワーアップ。ただ見せんでいいところはもう見せんのやめる、うん。岩井さんに怒られちゃいますからね。そう、はい、でも多分ね、甘えてたんだと思う、うん、岩井さんがいたからあの桑田で入れたっていう、あ、はい、結構あると思う、うん。だからこっからはちょっとね、でかくなった桑田を見せますよ、うん。だから視聴者の皆さんもね、
ちょっと今まではちょっと反抗期みたいな感じの桑田ばっか見てたかもしれないんですけどここ最近多かったですね、はい、結構ね、意外と受け入れるってことが身についた気がします、うん、今回いろいろ重なって、はい、ちょうど岩井さんのね亡くなった後、日曜日の深夜に亡くなられて、で水曜日かな火曜日かな満月だったんですよ、はい、でとある DM が来て、桑田さん今日は満月ですと、脱ぎ捨てるものは捨ててください、今捨てるものを捨ててこれからまた軽くなった気持ちで次に向かうっていう絶好の機会ですっていうメッセージをいただきましてですね、はい、いや本当その方には感謝なんですけど、その瞬間に自分ってどうしたいんだっけっていうのが、まあ、思考し始めて、まあ、今回こういう結論に至りました、はい、本当にね、今まで応援してくださった皆さんのためにも、そしてこれから桑田チャンネル面白いじゃんやっぱとか、令和の虎に出てる桑田いいじゃんとか、令和の虎ってやっぱいいなとか、もう令和の虎の残されたね虎と、あと物理社員のためにもね、やっぱり僕は引っ張っていきたいんですよね、うん、多分皆さん多分それを期待してますよね桑田社長に、はい、ビジネスとかそういう部分はもう林に任せるあいつの方がすごいからで、なんだろう、志願者詰めるのも細いに任せる、でなんか大きな懐でとか細かい知見とかは三浦さんとか井口さんとか茂木さんとか高田さんとか、そういうアダルトの方々に任せて、で司会も乙武さんとかね、雫石とか、はい、バンさんとかに任せて、であとはもう本当にもっとパワーアップさせて、はい、岩井さんがいないここから令和の虎チャンネルになってくるんで、それも天国から岩井さんがちょっと文句言いたいぐらいの感じでやっていいんじゃないかなと言ってそう、はい、本当にね、黙ってみとけ、あー戻ってきたそうですよ、みんながみんなこれですよ、戻ってきた、はい、はい、まあ、そんな感じで今日はね改めて桑田流星の決意表明です。これからも桑田流星心が折れそうチャンネル、いいねコメントよろしくお願いします。あ、チャンネル登録したいなって思った人は今すぐしてくださいこっから変わります、もう身のサビは出しません。よろしくお願いします。お願いします。あらっしゃ。